よろしくお願いします。お願いします。ちょっと自己紹介してもらっていいですか。ウエストランド井口です。よろしくお願いします。お願いします。すいませんね、なんかこんな時期に。いやいや、ちょっとそのお騒がせしております。4月30日火曜日、はい、で相方さんの問題もあって、はい、今日なんか夜中爆笑さんの、そうですね、ラジオに出させていただくんですけど、いろいろなんかお話しされるわけでしょ。まあだからこれを撮ってる段階ではまだまだなんで、なんですけど、はい、そうなんですよ。じゃあで今日はね、ちょっとだから、はい、河本君ね、ちょっともちろん出れないし、井口君にちょっとこう、はい、決してだからこう嬉しいさ、ウキウキ気分で僕来たわけじゃなくて、あ、はいはい、まあ、ルシファーさんにね、はいはいはい、面白いなっていうことで、はい、ちょっとルシファーさんの人となりを、はいはいはい、なんかこう井口君から紹介してもらおうと思って、はいはい、YouTube のね、ちょっと出てくれませんか、はい、って連絡したら、はい、たまたまのタイミングでなんか運転手さんに噛みついたみたいな。たまたまだったんですかね。たまたま、いやいや、事前にそれあってこの日決まってたから分かるんですけど、その、はい、結構直後、あの出来事の直後にまあ、唯一東野さんだけ LINE を、まあ、くださって、その他の方はやっぱまあまあどうしていいか分かんないし、分かんないし、とにかく爆笑さんのラジオを聞いて終わってから、ね、はい、あのともしげさんも、ともしげさんはたまたまそれが出た日に仕事一緒だったんで、まあさすがにともしげさん、でもさすがにともしげさんもなんかもっとはしゃぐかなと思ってたんですけど、なんか何か思うとこがあるのか、自分もちゃんとしなきゃいけないんだっていう、うん、ああなるほどなるほどなるほど、だから意外というか新たな発見でしたね。短すぎる人がそんなことになったら、ともしげさんもこう襟を正すんだっていうのはあ、そういうことは、まあ、じゃあちょっともうこんな話もしてもあれなんで、はい、謝ってください。まあそうですね、はい、まあ本当に関係各所にご迷惑をおかけしておりますしね。何をしたんですか。いや、一応もリハも兼ねてね、一応ね。あ、はいはい、何やったんだよ。ちょっと相方が、はい、タクシーの運転手さんとちょっと揉め、ちょっとってなんだよ。そのきっかけを作ったのも、おい、はい、見せろ。でその僕は大丈夫というか、その嘘つけ、むしろそのちょっと多めに、はい、あれ多めにありがとうございますそうなんですよ、だからもうその、まあ、歯がどうこうみたいなことになってるんで、うん、やっぱ合わせてこれも言われちゃうんですよ、その相方にあげろとか。そうね、だそうなのよ、はい、だからなんか歯ちょっと2本なくなった3本なくなったって言われてるのをね、はいはい、ネットニュースで見るから、はい、いや歯譲ったらええやん、そうそうそう、はい、とか、なんかプラマイでプラマイゼロになってよかったやんとか。いや、そんなこと言ってる場合じゃないですからなんで僕は歯を上げなきゃいけないんですか。いや、ないから。いやいや、そう、そのための内側の歯じゃないんですか。いや、違います、そのためで、そのストックのジープの後ろについてるやつじゃないんですよ今ちょっとふざけました。いや、ふざけてない、ふざけてないです。今ジープの後ろのタイヤみたいな例えしました。いやじゃないんすよっていう。ああ、なわかりやすく、皆さんにわかりやすく。これはごめんなさい、説明するために、ね、いえ、はい、でも別に井口くんがどうたらこうたらじゃないし、はい、別に井口くんはもう一応、まあ、今回は付き添いにみたいな。いや、だからその付き添いに、まあそうですね、はい。だって自分の時も付き添ってくれたわけや。いや、付き添ってくれなかったっすよ。え、はい、何の時なんですか。まあだからその井口インランドの、まあそれも言われてますよね、またなんて言われてますか、教えてください。どういうコンビなんだってなるじゃないですか。あ、はい、なるほどね。だ、常に爆笑問題という師匠が尻拭いして、はい、ラジオでいじりながらも、はい、お叱り叱ってくれるっていうところで、はいはいはい、井口インランドの時は河本君来てくれなかったの、うん、まあ結構急遽行ったっていうのもあるんですけど、ね、やっぱその、まあ全然違いますから、その問題が。で結局、まとめると、河本君はタクシー運転手さんと対峙するときはもうギンギンやったってことでいいんですか。そのなんで井口インランド寄りの言い方をしてるんですか。そのすいません。いやいや、だからそのだからお酒を飲んでてっていうのはあるんで、まあお酒はもう当然やめてますし。いや、もちろんそれはもうそんなもん、はい、逆に言うと、はい、俺個人的にはね、はい、僕の趣味登山なんですよ。はい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 。で河本君も登山趣味で、そうですね、はい、あ、ちょうどよかったと思って、はいはい、謹慎してくれたら、はい、こっちの都合で行けるじゃないですか。あ、はいはいはい、はい、でも謹慎するかせえへんかもちょっとまだ分かんない状況。はいはい。そうなんでしょ、もうしないでしょ謹慎は。
そうっすね、一応そうなんですけど、別に空いてますよ、普通に。え、そうなんですか。やっぱその、いや、俺だって、うん、全然関係ない話ですけど、はいはい、今度の木曜日、はい、ダウンタウンデラックス行くんですよ。あ、はいはいはい。ほんで、なんかスタッフが打ち合わせの時に、はい、いや、ウエストランドさんも来ますって言って、そうなんです、あ、はい、いや、でも、江口だけでしょうって言ったら、はいはい、あの赤田さんもなんかあの来ますって、あ、はい、そうなんすかみたいな、はいはい、なんか緩い会社やなと思って。いや、緩い会社というか、まあそう言っていただいて本当に ありがたい限りなんですけど、そのなんかあのまあことがあってから謹慎してる感じになってるんですけど、ただ仕事がないだけなんですよ。あ、奇跡的な謹慎。ダウンタウンデラックスってあいつ仕事がないんですよ。あ、ダウンタウンデラックスまで、うん、何のそのメディアの仕事入ってなかったんですよ。普通に、別になかろうがなかろうが禁止中じゃないんですね。だからみんなが禁止してると思ってるんですけど、仕事がないだけなんです、もともとダウンタウンデラックスを呼んでいただけてますし、じゃたまたまダウンタウンデラックスが休み明け、謹慎、はい、明けじゃなくて、はい、ただの休み明けってこと。そうです、普通の仕事のペースでそれだったっていうだけだけの話だから、全然東野さんの予定で登山は行けます。あ、そうなん、はい、今回この騒動を経て、はい、完全にもう自分一人のギャラとしてもらえるわけ。そうですね、そういう、まあもともとそういうふうになりつつあったというか、別に、まあ、社長がいろんなところのインタビューを答えて、まあ、僕がこう悪く映らないように気使って折半井口は辞めたくなさそうだったけどみたいな感じを言ってくれてて、うん、そう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 、俺もおかしなやつやなと思って、うん、そうなんですよ、折半、はい、折半辞めたくないやつって、うん、いや、じゃあ俺折半でもらうでみたいな。いや、そうなんですよ。あれで、まあ、井口さんすごいいい人だみたいな好感度上がる、まあ、それは全然いいんですけど、やっぱりさすがに変すぎるってなって、なんか気持ち悪いよ。それで結構いろいろ言われてるんで、何言われてると、社長がせっかくそう言ってくれてるのに申し訳ないんですけど、もちろん躊躇なんかしてないし、その躊躇するわけないじゃないですか。その何度も僕はずっと前が言ってましたけど、よくなんで折半なのって聞いて、いや僕は辞めたいんだっていうのをずっと言ってたのに、なんかその信じないというか、その中にはそのなんか同級生の絆でみたいな、だからないんですよ、その絆。別に同級生の絆なんてないんで、ね、同級生だろうが養成所で出会おうが変わらないんですよ。そんなもん、いやいや、二人でやっぱ、ね、誰とでも変わんないのに、なんかそこ、それが嫌だったんで、別に僕はその躊躇したを受け入れても全然ね、いい社長が言ってくれてるんだからよかったんですけど、そのなんか絆みたいなの言われるのは本当に嫌なんで。じゃあでも喋りながらもちょっと今日喋りながらもちょっといつものテンションが10やったら7ぐらいの感じなんですよ、トーン的にね。はいはいはい。で手もなんかその言うたらチンチンいじってんのか知らんけど、ずっとテーブルの違います、そのこうやってやってる時になんかこれも良くないのかなと思ってこうやってんでしょ、ずっと下にだから全然ちょっとだから反省してる、どのモードモードを探しながら喋ってるでしょ。いやだからこれ僕がもし当事者だったらもう一パターンじゃないですか。そうですよ、お前が当事者だったらこのパターンで俺が入っていって、はい、ねっバカ野郎お前って、そうそうそう、このパターンです、このパターン。僕はその変わらず元気ではあるし、今めちゃめちゃ元気やけど、はい、ちょっとだから疲れてる感じ装ってるもんね。まあそこなんですよね、その昨日もその長野でライブだった、昨日一昨日泊まりで長野だったん で友達も多くて、その話はなんか楽しかったんですよ、やっぱり楽しいやろ、そのビールとか飲んで、誰おったの、そうジグザグジギーって言って、あーもうみんな一緒に、そうそういう仲間たちもいたんで楽しい。だからそのこれどこまでこうどうしていいのかっていうのはちょっと気になるじゃないですか、うん、まあでも別にね、それを見て安心してくれる人たちもいたんですよ、元気あよかったよかったみたいな。いやだから僕も一応どうしていいかなと思って、後は一応 SNS とかそんなに投稿しないようにチンチン、チンチン投稿してへんちゃうの。なんで投稿するんですか。いや、タイタイっていうか、そう、低い水準のタイになるわけですから高い水準に上げなきゃいけない、低い水準のタイになるわけだから。一応僕ロケにも行ってたんで、今日ロケ行きました、僕は元気ですっていうのをインスタのストーリーに上げたんですよ。でもそのロケの背景がネタバレになるから
なんか一応あの切り取って、うんうん、黒い背景に僕の写真切り取って、うんうん、僕は元気ですみたいなのあげたらそれもこうネットニュースにされて、井口は元気ですと投稿も背景は真っ暗みたいな、なんか別にそういうつもりじゃなくてないけどネタバレするからっていうところだけなのに、なんかその何かを暗示してるのかみたいな感じにもなっちゃう、思いにふけてる井口であったいやみたいになっちゃうんで、いやだから難しいよね、だからほんいやそうなんですよ、だから東野さんこれ本当に感謝というか、はい、こうやってね、まあ興味本位なのかもしれないですけど、やっぱわざわざこう来てくださってで本当にありがたいし出ていただきたいと思ったんですけど、さっき言うようにまだその どのあれで言っていいか分かんないんで、どれぐらいの力加減と明るさ、はい、光の加減と、はい、そうなんです音量を、そうなんです、いやいやもうフルマックスでよ、いやいやだからそのせ一応僕ら毎十何年 YouTube というか、まあ、ラジオ形式の配信やっててほとんど休んだことないですけど、やっぱ先日はさすがにどうしていいかも分かんないし、 お休みにはしたんですけど、いやそんなん別に休まんでもいいと思うし、そのフルマックスのもう、うん、明るさ全面ニコニコ、うん、井口君フルパワーで全然俺はね、はいはい、いいと思うんですけど、そのまま河本君の状態も分かれへんから、まあ、いやだからもうルシファーはついてないというか、俺はルシファーの話ですか、ルシファーの、はい、あのなんか哀愁を見た漫談が、はいはいはい、そうですね、あの悲しみ背負った漫談がやっぱ面白いので、はいはい、 そうですね、それ聞こうとするけど、その喋ってる党の井口がすごい悲しみ背負ってるからいやこの構図が ややこしい、お前だからスーパーで万引きした少年みたいになってんのよ、なんちゅう例えですいやだから、いやでも確かにその一人の、ね、ロケの時とか楽しくやってるんですけど、なんかこういざねこの話その話向けられないじゃないですか、だからああロケ中に、ロケ中は別にそんな関係ない、うん、新しいやってなったらもうってなんかそんな小ボケもないの、だからみんなやっぱ優しいというかその気遣ってくださってる方々なんで、まあ合間には聞かれますよもちろん、ああでも本番回ったらまるでなかった感じの、うん、まあまあまあ、感じでちょっと僕からも言ってみたりもしたんですけど、そのいじってもらおう思って、うん、そしてやっぱその時後輩しかいなかったんで、やっぱ何とも言えない空気な感じになったりもするし、みんなだからみんなに迷惑かけてるなと思って、うん、いろんな方がいろんなところでね言ってくださったりしててありがたいんですけどねいやさんまさんとかも言ってくださったりしててありがたい、いやいやそうやで、いやほんまに、はい、珍しい、これ貴重映像やでシュンとしてる井口いやだからその難しいんですよ僕はもう全開で来てるんですけど全然元気なんです、これ見てあいつ元気ねえなと思われるのも尺なんです、全然元気なんですけど、ね、それはいや分からんけど、シュンとしてる理由は何なの、はい、それは世の中の人があいつ何や全然あいつら全然反省してへんなって思われるのが嫌やから、うん、シュンとしたポーズしてんの、いやポーズじゃなくて、だってこれ切ったらご機嫌に二人でランチ食べに行ってキャッキャ笑うわけ いやいやもう意味分かれへんや今だけ静かにこうやってポーズ決め込んでトーンもちょっと低くてさいやおかしいやこんなペテンやこんなもん、いやペテンでまあ確かにね、ちょっとその確かにそうやろ、あのよく映ろうとしてメイクとかもちょっとしてますから、マジでいやちょっとお前いやいやみっともなく、なだからちょっと黒いおかしいな思って、みっともなくひげがなんか濃くなってきて、そのみっともなく出るわけにはいかないなっていう意味ですよ、時期で言うと、だからほんまはいつもねなんかこうプリントした T シャツ着てるけど、まあ、ほぼ無地のやつもちょっとなんかそんなことはないです、別にそこまでは考えてないですけど、髪の毛もなんかあちょっとだからなんかまあムースつけたのかちょ最低、いや最低最低、いやだからそれは見た目意識してちょっと分かんない人どうすりゃいいかも、そんなもんラグもあるし、これはもうなんか経験してるラグあるから大丈夫やって、ね、一回育児になってでも経験してんねやから、はい、もうそんなん強なってんねやからもう問題普通、いやだから僕は全然いい、そのさっきからそればっかりや、僕は全然いいんですけどいやだからもういやだったら断れよかったですだって今熱あるわけでもなくしんどいわけでもないでしょ、めちゃくちゃ元気は元気で、ちょっと芝居してんねやろ、芝居してない、めちゃくちゃおもろいんだよ、これ芝居してる、芝居してないですけど、今19分だったけどずっと芝居してない、芝居してない、いやどういや芝居してないですけど、だって相方が来てさ、はい、相方が来て喋ってる時は、はい、そのことがあったから、はいはいはい、タクシーのことがあったから、はいはい、そのトーンで、はい、なんか反省してるって思うけど、はい、お前全然反省してへんけど、はい、はしゃがれへんからちょっとずっとこう何とも言えんもじもじした感じにいやそれだからそう落とし込んでんねやろ、
じゃあそれルシファーさんの話になるなら別に全力でいきますけど、でもルシファーさんの話の前にもルシファーさん以前にお前がもうちょっと言うたら悲しみマンダみたいになってるからさ、いやその一応そのさあ始まりましたではいけない、一応最初こそ一番様子見なきゃいけないじゃないですかでもこうやっと下にしてだってもう発想がベタというか、はい、あのよ叱られると思ったらまず手を下ろしてちょっと猫背にして伏し目がちにするこれこれこれバカじゃないのお前バカじゃないのお前だって何もやってそうなんだそうなんだよくないなんで僕がこんなことしなきゃいけないんだよ何もやってないんだ知らないんだよもう究極いなくなったっていうし関係ないんだよ僕はそうなんですなんかそのやっぱ事務所も今やっぱ大変だからそういう空気に僕も事務所もやっぱりすごい怒ってんのも分かってるし、はい、何考えてんねや無責任やってあるから、はい、こっちはこっちで関係ないっていうことも言われへんから、ね、ずっとこの1週間、はい、2週間ポーズ決め込んでたいやいやポーズっていうかそのいやだから東野さんはやっぱ一人じゃないですか、うん、ピンだから、うん、その分かんないかもしれないですけどこういう時どうしていいかもうむずいじゃないですかそのいやまあねそのイグチンランドみたいなことならいいんですよ別に自分が当事者やったらねそうし当事者ですし自分だけのことじゃないですかやっぱ相手方もいるとかあるとそりゃ そうよ一応やっぱそのこうしてこういやだからあの金型やめそれいやもうそれ笑ってもうわもう一回やって金型何にも今思ってないやろいやその何にも今は何にも思ってないやろいや何にもまあそうっすねその何にもどう早くなんか解きすぎねえかなっていうまあありますその、はい、面白いないだからその会なんか話し合いもあったんですけどそれ社長がそれこそインタビューで井口もすごい怒ってましたみたいな怒ってたのいやいやその早くこの時間過ぎてくれないかなっていうとかもうそのなんでこんだから正直そのもうカーボーイもそうですけどなんでそんな僕は仕事ねあるからなるべく寝たいしそのゆっくり寝たい本音言うと今日の夜中のカーボーイ爆笑さんのラジオそれ河本だけで行ったらええやんって俺も次の日も早いし仕事あるからほんま早く寝たいで次の日起きて言うたらラジコがなんかで音声チェックしたらええだけいやそうなんですよ本当そうなんですよ関係ないというかそのもうはっきり言うけど一人でやれやったらなんですよマジで本当に関係ないじゃないですかほんまちょっと明るい服も着たいしな全然着たいしそのゲーム配信とかもなんか一応やめてるんですよ今なんかこういうゲームやって最近パソコンいただいてゲーム配信また再開して何やってんのゲームそのマインクラフトっていうあなんか作るやつやはい面白い楽しくでブツブツ言いながら文句言いながら猫掛け合いしながらそうそうコメントとエピソードトーク喋ったりとかして交流してんだよ交流してるほんまそれめちゃめちゃやりたいねめっちゃやりたいんですよマイクラめっちゃやりたいんですよでも人前ってどんな感じなんのいやこうしてる唇もこう入れてよかったねあの歯が2列やから入れやすい口でそんなことないんですよ引っかかりが多いから引っかかりが多いとかないんですよだから僕も分かんないですよそのだからちょっと皆さんあんまりそのなんていうんですかまだこうね合ってないみんなにちゃんとがさつにいじってくる人と合ってないのもそうですねみんなちょっと気使ってくださってる状態ですしまあそれこそカーボーイで話せばもう何でもいいとは思うんですでもそれがネットニュースになってっていうところで叱られたとかそうですねはいそれまではちょっとだ今日一日はちょっとって感じで、はい、そうですねもう明日以降はやっぱそのまあ本当にねどういう感じになるかわからないんででもデラックスとか今度俺行くけど、はいはい、出るけど、はい、最初オープニングそんな感じしてんねやろ嘘をついてだからその一応でもまあそのダウンタウンデラックス始まりましたイエーイ何も思ってないやろ何も思ってその早く過ぎないかな、 なんかその楽しいパートに行ってなんかなりゃいいんですけどまあもう急遽本当来んなよこいつってなってくる心の中で一人だったらもうわーって言われるのにちょっと東野さんとか言いながら楽しくできんのにやれるんですけど一応このなんか引き連れてきてるから一応なんかやんなきゃいけないじゃないですか謝ってすいませんって言うけど別に何も思ってないでしょじゃ思ってます思ってますその思ってますよやばいからこれ以上いくとその思ってはいますよご迷惑だからお騒がせしてご迷惑っていうのいやご迷惑ってもういや本当すごいっすね東野さんってやっぱその何なんかやっぱその
ともしげさんとかとの次元じゃないですもんね。もう本当にそのすごいっすわやっぱ。何がすごい。そんな言ってくるとは思わなかったです。いや違う。だから事のことは分からへんけど、はいはい、井口がずっと芝居してんのがおかしなってきて。芝居じゃなく、まあ芝居と今はね。芝居やろ。まあまあ別にその食欲もあるし。めっちゃちょっと太ったんですよ、やっぱ食いすぎて。やっぱその時間もあるし、まあそうなんです、ストレスもあるし、まあ、ちょっと口寂しいからもう食べたりとかするし、まあそうですね、はい、ね、で思っていたりとかしたらちょっと節目がちみたいな感じで、まあまあ一応節目がちにしつつ、うん、でも全然元気なんで、とにかく元気なんで、はい、もうすぐ誕生日ですし、おめでとう。あ、ありがとうございます。ちなみにじゃあ最後に相方さん、問題起こした相方さんは、はい、井口君になんかちょっとこうすまんかったなとか、会って直接謝罪とか電話で謝罪とか、なんかどうやって、いやいや、だからそのまあ LINE 一応そのまあ迷惑かけてます、まあお酒はやめますみたいな、その来て当初に来て、はい、その後、まあ、どう返したの、無視ですよ、そのえ、まあ返信不要って書いてあったんで、いや、そりゃそうやけどさ、と電話してさ、いや、それもあかんぞ、まあ、その後みんなで話し合いはあったって、あったから、返信不要って聞いて、はい、で、みんなの話し合いで、一応言ったの、はい、井口は井口なりに、まあ、だから、まあ、そうっすね、一応、その、でも、その話し合いも、ほんまはもう、帰りたかったやろ、まあ、一応、こうして、いや、その、やっぱ、楽しい話したいじゃないですか、そのなんか楽しい、そうやね、話し合いなんか行きたないもんね、そんなもうこんな一番しんどいじゃないですか、ポーズね、ずっと、はい、終われんかなみたいな、マインクラフトしたいなとか、いや、ほんとそう、その日結構マインクラフトできそうな時間に終わったんで、仕事もめっちゃマイクラやりたかった、その足でマイクラやろうと思ったんですけど、なんかさすがに、あの言うたらそういう全員で集まったミーティング、はい、とどうこれからどうしていくっていうウエストランド会議や、はいはい、それがなかったら本番マイクラできるし、いや それは早終わった、早終われんかな、やっと終わったって言ったら、はい、ちょっと家帰ってマイクラでみんなで交流したいな思ったけど、はいはい、まあまあ時期は時期やし、そういう質問とか来たら、はい、まあ、ネットニュースとかでもそこから切り取られてされてみたいなって、勝手な行動するなみたいなことになってもあるですし、ああだからグッとマイクラも、そうです、だからもう本当にぼーっせっかく時間空いてるのにぼーっとするし、その時間ちょっと反省するとか、ウエストランドのこれ今までを振り返るとか、あの時もあったしこの時もあったしみたいな、ちょっとさらにこうコンビ感が強固になったみたいなのはないの、いやないですよそんなのは、別ないの、いや そんなのはないでしょ、全くないの、はい、そのこっちはだってね、昨日、いやいよいよ明日爆笑さんのラジオや、はい、気づいたらもう朝、今日ね朝全然寝られんかった、はい、いや寝ましたよ、えめっちゃ寝て、いやそのサッカー二度寝はしてないじゃん、いやいや一回昼ちょっと早めに寝て起きてサッカーやってた、ああはい、オリンピック、それ行けとか言いたいけど、そのなんかそれもなんかなんかあれじゃないですか、その行け行けとか、ほんま、ほんまは、その河本がそういうタクシーの運転手さんと揉めない世界制限やったら行け、だってそれ勝ったらオリンピックが決まって大事な一戦だったり、サッカー好きやしね、そうなんですだから行け行けとか、行けって行けシュートシュートね、蹴れとか言ってる、そうです、蹴れ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 とかダメじゃないですか、だから今回はもう蹴れと思っても心の中で蹴れ、いやし、そのキックオフ前にだけ一応そのなんか静かに炎のマークだけ一応そのそのあのさ、こいつサッカー応援してないんだって思われるのもなんかあれだし、ね、結局、はい、サッカーで言ってたけど、はい、いざ自分たちがちょっといろいろね問題を起こしたらもうサッカーのことはもうつぶやけへんねんなっていう、っていうのもそっち側方面の、はい、ね、対策も背中から、そうそうそう、炎を、炎のマークを3つ、炎で3つでちょっと待っててくれと頑張れみたいな、見てるよとアピールしてで終わったら、だからもうすぐ寝れました、ね、安眠して、安眠して、はい、安眠して今日起きたら昼前っていうところ、そうそう、でこれあるから一応こうちょっと早めに来てメイクして髪の毛整えてあの柄物の服脱いで真っ白の T シャツ着てほんでこうやってるっていう、皆さんこれが事実だそうでございます、セブンイレブンのカフェラテを買ってたんですけど下に置いてうわ見てください皆さん、こんな謝罪ありますか、これで飲んでたらこんな謝罪はありますか、下に置いて、アイスコーヒーでもないアイスカメオレ
反省してませんね。違う、反省してます。だから下に置いてたでしょ。 床に置いてるでしょ。床に置くとかそういう話じゃなくて、でこうだた、ね、奥歯グッと唇の中に入れてしまい込んで、いや、その万が一というか、その東野さんがその本当にお前あかんでみたいな感じの、俺が、うん、まあ、分かってんのかと。いや、俺もさっき言わせてもらうけど、お前ほんまに一緒に仕事やってきてこれから頑張ってんのにって言うたとするやん、はい、なそのいつもの金型のそのポーズ、頭の中何考えてんの、うん、こんなん言うタイプかよみたいなのいやいや、そんななんですけど、いやいや、そのいやいや、そんなになんだよ、こいつ、いやいや、いやいや、いや、そのトーンの人そういう時、そう来る人でも、そうでも、しょうがないことですし、それはしょうがないけど、そうそうそう、東野さんはそういうタイプないと思ってたけど、お江口聞いてたか、お前バカやろ、お前、心の中どう思うの、おい、うるせえ、こういうタイプかみたいな、いやいや、その、なんて言うんですか、その、いや、でもそうかもしれないから、スタートは、スタートから、ね、スタートからこうやってどう思うってやってたら、その、おい、なるほど、なったら、だから、すごい低い感じで始まっていた、そうそうそう、最初は一応、それかもしれないっていうので言ったら、だから両面考えて、そうです、東野さんが ご機嫌やったら、腕出し始めて、ちょっとこう、こういうタイプ手振り身振りでちょっとお話しして突っ込むみたいな、はい、まずどうか分からへんから、どうか分かんないんで、まずはこっちからだからちょっとこうなってたんですよ、どっちかなっていう、うん、やってたやってた前半で、こう、まあ、時計もしてくれなきゃよかったかとか、いろいろ話全然入ってきてないからそうですよ、そのそういうことになるじゃないですか、そのいや面白いな人って何にも反省してへん人がね、言ったら明日いろいろ、今日ラジオもそうやし、はい、この後いろテレビでもなんかこう謝るときに、はいはい、ちなみに井口は何にも思ってないっていうのを我々見る側はね安心して見れるから、いやいや、そうそう、そのご迷惑をかけ、あ、お騒がせしましたからけど、僕がやったことではないんで、確かによく考えて僕がその反省とかじゃないんで、なんかすいませんね、いろいろ皆さん迷惑かけて、相方も今元気にやってますし、またこれからも応援お願いしますぐらいでいいや、はいね、そうそうですね頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます、いや本当に感謝します、東野さん、ありがとうございます、また YouTube にしてみてください、はい、ちょっと今日深夜ラジオ頑張ってください、そうですね、井口君ルシファーの話また今度ちょっと本当に、ね、今度ルシファー呼んできて、ああ本当ですか、ぜひぜひちょっとお願いします、はい、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。